ッサーリコリコ二人で行くぜあい広くゲームの話をしたり遊んだりのキョロですわーゲストさんに合わせていくつかねゲームやる予定だったんです毎回毎回ちゃんとルール説明もいっぱいしてきて私たちもそのルールを把握してきていたんですけれども、えー、時間がねなくてトークが弾んでねちょっとねカットしてきまくっちゃったんでね今回2 <laughs> 人だったらできるんだろうということってはいどうした <laughs> こっちだよ <laughs> <laughs> こっちだよ。よ丈夫か。あ、なんか犬。途中犬かなと思って。犬 <laughs>、犬なんかなと思っちゃった。はいそんなわけでね、今日やるものをちょっと紹介していきたいと思います。はい、お願いします。えーとリコリス。うん？もう早速ダメだった。リコリコリ,コリ,ス,リス。どういうことだよ今からん。ん <laughs> 経義がわかり早速ダメだったのその言葉の意味がわからん。<laughs> リコリコリスリスさんからいただきましたリコリコリスリス、えー、安西さん和歌山さんこんにちはこちらのコーナーは早口で紹介するコーナーとのことでしたので早口言葉をしてほしいと思い投稿させていただきました探せばいろいろな早口言葉があるのでしょうが今回私はリコリスにちなんで一つ早口言葉を作ってみました<お>赤リコリス、紺リコリス、白リコリス確かにちょっといいですねです、ぜひ長編してみてください和歌山さんの可愛い髪型楽しみにしています可愛い,い髪型 <laughs> どうしたん、急に。<laughs> これ、私、可愛い子よ、どうした?。これやってもらう?。あえ、どうしたん?た <laughs> <laughs>。え、年末年始に聞き直したんでしょう?。いや、聞き直した。髪型?。あ、髪型か。ごめんなさい。髪型。だと思って、ごめんなさい。じ<ー>ゃ、私が、じゃ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 、もう一回。髪型、髪型。<laughs> 髪型、髪型、めっちゃ。<laughs> 髪髪型、髪型楽しみや呼ん,で呼んでこの赤リコリリリココス、スしろ恥ずかしい恥ずかししい,い,い、い恥ずかかやろもしかも私今あの、構成作家さんに「あれこれどれからやるんですか?」みたいな感じでさ聞いてたからさしおんちゃんのさ「え髪型とか言ってるの全然聞いてなかったね。<laughs> 行き違いが行き違いがすごくて3人しかいないのに会話で成り立ってなかったっすからね <laughs> だから混雑したとか「いやあのあの」みたいなどうしたどうした?」って思った今 <laughs> もう大混乱が起きた混雑でしね混雑状態でしたうんうんいきますよはい行りりくはははは 休み明けの声優さんはこんなもんですわ皆さんもうリコリコ私は最初のリコリコリスリスがすげえもうなんだろう目が目が迷子になった次がね私は難しいと思うじゃあそれを3倍速でどうぞいや「生グミ生グリ生生子さん」<laughs> <laughs> ペンネームから仕掛けてこられちょる生グミ生グリ生生子さん 生麦生グミ生グミ生グミよグミまず生のグミってって思った次に生グリってきてグリグリその後生生生子さん生グミ生グミ 前回のリコラジでお二人が早口言葉に挑戦するのを聞き早口言葉ができたので送りますコーナーの趣旨とは違いますがよかったら挑戦してみてください難易度は低いです嘘つけ本当本当かうわあ私これ苦手だな絶対言う言う言うよわかりました吉松中松手術師始末書おおすげえうわあしょしゃぶ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 しゃってなるんでなりますねしゃぶ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 しゃ炭酸がはじけてみたいな口になりますよねえいきます go 吉松氏重始末手術師始末所うわーいやーこれが二人で行くぜやい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 やこれがこれがな二千二十三年のリコレッジですありがとうございましたはいありがとうございました久しぶりにできてよかったですね二人で行くぜでした